はい、皆さんこんばんは、青井翔と申します。今回もですね、アークやっていきたいと思います。で、今ですね、家の近くにですね、ヒエノドンの群れが湧いてるんですよ。これ今確認しただけでもとりあえず 3,4 匹いるんですけど、今回ですね、早速なんですが、ちょっとあのヒエノドンテイムしていこうかなって思います。で、ヒエノドンのテイム方法はですね、結構特殊なものなので、ちょっとまず見ていてもらえばと思うんですが、まず、群れ を相当して1匹にします。アルファブーストかかってないやつだな。じゃあ、アジ以外は全滅だ。はい、オッケー。もう1匹だな。オッケー。はい。で、この1匹になった状態で、リリースーツですね。これを着てですね、後ろからですね、撫でてやるっていうのが、あいつのテーマ方法なんですね。だから今早速ちょっとやっていってみましょう。あいつのレベルは今何なんだろうな。あれは85ですね。へえ、黒い色か。いいね。で、こう気づかれないようにそーっと行くらしいんですけど、あ、やべなんかここし、あの草ないけど大丈夫。めっちゃガン見してるやん、これ。絶対動画できてねえだろ、こんなの。こんなん。ほら、バレた、ほら。これ、PUBG でやったら一発でへっしょされるやつやん。よし、もう一回チャレンジしてみましょう。今度は、こんな感じで、どうなんだろう、しゃがんでいいのかな。どうしてもほふくの方がいいのか。万が一襲われても、ここだったらそんな距離も離れてないので、まあ、死んでも大丈夫でしょう。よし、行くぜ。お、いいんじゃない、いいんじゃない、これ。あ、おうおうおう。おーおーおーおお。あ、なるほどね。これを繰り返していくことによって、テイムができるということですね。まだ野生か。さすがに無理かな。で、今なんか30秒って出てたんで、じゃあ30秒間ちょっと待ちましょう。おー、テイム成功、ヒエノドン。2回でいけたわ。へえ。おお、たった2回でいいんだ。80レベルだから結構かかるかと思ったが。ペット。おお、おお、おお。かわいい。なんか、あれ、でかい犬だな。すごい。ほんの、ちゃんとした。あ、雪山とかにいるダイヤウルフとはまた違った感じですね。ペットって何するんだろう、これで。ああ、芸をやってくれるんだ。へえ。へえ、すげえ。じゃあ、早速連れて帰りましょう。よっこいしょと。さあ、どんな感じかな。おーおお、あ、早い。あ、見たらわかる。早いやつや、これ。ちょっと待って、こう行くじゃない？こう行くと？ああ、早い。あ、早い。すごい早い。へえ。じゃあ、とりあえず、あ、そうだ、せっかくだから家の中で買おう。え、なんだなんだなんだ。ああ、びっくりした。あ、全員ついてきちゃった。あ、全員ついてきちゃった。あ、やべ、大変なことになったんだけど。ああ、やっぱり芸をやってくれるんだな、これ。こうやると、おーおお、あ、めっちゃ可愛いじゃん、この子。え、やばい。カストロイデス大好きだったんですけど、この子もめっちゃ可愛い。え、これ何匹かテイムして、なんか農園みたいなところで放し飼いにしたいな。よし、オッケー。おいでおいで。とりあえず家の中で飼いましょう。外にいると危ないや。まあ、ちなみにユタラプトルも家の中で飼うことにしてます。やっぱね、か弱いんで、やっぱか弱いし、やっぱペットなんで、やっぱ戦闘に参加したりっていうよりは、やはり家の中で大切に飼ってあげようってことで。
ね、こうやってちゃんと寝るときも一緒に、ね、ちゃんと見守ってくれますからね。さて、冷えのどんお肉あげてないから、なんかお肉あげるか。お肉あげました。ステータスは、あんま強くないな。重量もそんな持てないし、体力もないし、スタミナもないから、これは、あれか、やっぱり、マスコットっていう感じなのかな。どうなんだろう。冷えのどんのサドルは、どうやら作業台ではなく、普通に、こっちで作るみたいですね。あ、時間かかるね。まあ、しょうがないか。完成しましたんでね、早速つけていきたいと思います。いかんいかんいかん、こうか。はい、オッケー、よし。あれ乗れない。あ、この子もしかして乗れない。あー、なるほど、そういうことか。ディロフォサウルスとかと一緒に乗れないんだな。そういうことか。お、スイッターなんてある。スイッターン。おーおー、かわいいかわいい。めっちゃんと座る。マジでこれで待ってくれんの。めっちゃかわいいじゃん、やっぱ。これ、めっちゃテイムしてよかった。この子、もういいや、一緒にいてよ、ずっと。名前、ちゃんと考えてあげよう。これ、なんだろうな。乗れないのか。ちょっと、すいませんね。これ、なんかあんのか。冷えのどんに装備することで、肉の運搬と保存性能を向上させます。なるほど。これ、お肉の重さが変わってる。わかりますかね。今、自分が持ってる時は、20個で 2.0 なんですけど、冷えのどんに移すと 0.8 になるんですよ。なるほど。じゃあ、お肉を、たくさん持っていって、肉食竜のテイムとかに、使えるよっていう。そういう子か。なるほどな。でも、こんな可愛い子、ちょっと危なくて連れていけねえわ。今回の予定なんですけど、前回、バリオニクステイムする関係で途中までしか行けなかったあの南部への探索を今日やってみようかと思います。なので、ちょっと一回カットしてこの間のところまで戻りたいと思います。今ですね、あそこの湿地帯のところまでだいたい戻ってきたんですけど、皆さんちょっと見てください。このラグナロクって実はアイランドとかスコーチドアースにはいない、特別なやつがいるんですよ。で、そいつがですね、あれなんですね。あそこにいるんですけど、あれいなくなってる。あれちょっと待って、お前どこ行ったんだよ、お前。お前動画撮ってる最中に逃げるんじゃないよ、お前。どこ行ったんだよ、お前。いた。あいつ。ほら、グリフォン。しかもなんとレベル 100? ほら、こいつがですね、このラグナロクにしかいない特別な恐竜なんですね。恐竜じゃねえねんやけどさ。恐竜じゃねえよ、こいつ。で、このグリフォンに関しては、ちょっとですね、トラップを作らないと、テイムが難しいんですね。今、ちょっと一応麻酔が170本ぐらいあるんですけど、さすがにちょっとそのままでテイムするのは若干きついんですね。やべえ、来たか。なので、後日ですね、ちょっと、いつもと違う風変わりのトラップ作って、こいつを捕まえてみようと思います。いやー、なんか、日の光と合わさってすごい幻想的な湿地帯になってるんですけど。いや、なんかめっちゃ綺麗やん、これ。あれですね、草木が生い茂る、後ろの、ああいう、大自然系のマップとはまた違った、この大自然の魅力ですよね、やっぱりこういう。いやー、いいなー、こういうの。あんま変わんないな。普通の湿地帯とあんま変わんないですね、この辺も。強いて言うなら、あそこの小高い丘あたりなんかあんのかなってぐらいか。ただの湿地帯ですね、こりゃ。はい、今、緑のオベリスクの近くのところまで来ました。早速ですね、下でなんかティラノサウルスとなんかがやり合ってるんですけど、あれなんだろうね。ティラノサウルスレベル90とカルノタウルスかな?カルノタウルス。あー、145レベルのカルノタウルス。へー。いやー強いなー。あれ、ティラノサウルスと互角に渡り合ってますね。いや、渡り合えてねえのか、あれは。やられちゃったなー。やっぱ、結構50レベル以上の差があっても、ティラノサウルス強いですね、これ。てか、この景色良くないですか?すごい、草原ですよ。広がる。ちょっと危ねえな。
この辺りはなんか起伏の少ないなんか草原っぽいですね。で岩とかがあって、であっちがですね雪山バイオームですね。でここにですね若干の、レッドツリーバイオームがあって、そこに緑色のオブリスクがついてますね。おお、すごい、なんかまさになんかドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとかみたいな、ああいう RPG で出てきそうな橋ですね。石造りの橋。ってことはなんかこの近くはもともと村とか城でもあったのかな。でもこんなちっこい橋だったらまあ城ってことはないか。いやでもな、あれ、この辺りに城を構えるのはどうだ。もともと城っていうのは要するに住処っていうこともそうですけど、やっぱり軽い要塞みたいな役割もありましたからね。やっぱそれなりに外敵から攻めづらいところに建てるんですけど、ここって攻めづらいのかな。攻めづらいように見えないんだけどな。むしろなんか小高い丘とかからに投石機とかで撃ち込まれそうだ。はい、またですね結構起伏が激しいところ来たんですけど、あれここ、これかっこいい、すごい。こうあれですね、なんか岩とかがなんかえぐれて、そこの方に海が広がってるっていうこの構図、めっちゃ綺麗じゃん。やっぱあ、もうやっぱあれだな、このアークやっぱ散歩してるだけで楽しいねこれ、ほんと。あ、なんか隠すいったな、まあ、ユータラプトルがやたらいるっていうのがちょっとたまに傷ですけど、あいいねいいね、あいいねこれ。水晶あるのか、ちょっと持って帰りたいけど別にいっか。ちょっと待って、ちょっと待ってください。待って、えげつねえの、えげつねえのいる、えげつねえのいる、えげつねえのがいる。待って待って待って、ワイバーンいるじゃん。ここワイバーンの巣まさか25レベル。待って、ここワイバーンの巣まさか。やばい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 、ちょっと待って、ちょっと待った、ちょっとスタミナがやばい、ちょっと待った待った待った、ここちょっと避難して、なんかこのクリスタル、なんかこの結晶なんかグリーンだな、なんかあんのかな。ちょっと待って、なんかえげつねえな。あ、これ黒曜石なあ。でこっちが水晶と、皆さんわかりますかね、この白っぽいのがあの普通の水晶で、こっちのちょっとグリーンみたいになってるのがこれ黒曜石ですね。へえ、黒曜石って言ったらあの黒い岩の塊だったのにな。へえ、こんなのもあるんだ。てかあのそんなこと言ってる場合じゃないですね。ちょっとここもしかしたら危ないかもしんない。ポイズンワイバーンおるやん。しまって、どこにいたっけ。いやこんな景色綺麗ですねなんてのんきなこと言ってる場合の場所じゃねえぞここ。ちょっと待った待った待った、いやワイバーンだからな、25レベとはいえだぞ。しかもアルゲンタビスで追いつかれちゃうからな、すごい遅いから。ちょっと待って、またなんかどっかから出てこないでよ、頼むから。やば、怖っ。ちょっと待って待って待って、今羽見えたぞ、羽見えたぞ、羽。ちょっと待った、ちょっと飛ぼう飛ぼう。なんか羽っぽいの見えなかったらいいかな。今羽なんかなかった、ちょっとなんか危ねえぞ。大丈夫か大丈夫か、ちょっと空飛んで。あ、やっぱいた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 、ライトニングワイバーンだ。あれレベル55、ふざけんなよお前、ワイバーンのレベル55はやばい。ちょっと待って、気づいてる？やめてくれよ、ほんとマジで。危なかった。いや、安堵すんの早いんだけどさ、全然。まあ、ちょっと切り替えてですね、さっきからチラチラ見えてるんですけど、あっちっていうのは何だろうな、あれ。あれは何のバイオーム？サボテンとか生えてるとこ見ると、これ、砂漠ですかね？ラグナロク、砂漠なんかあったっけ。
砂漠のバイオームちょっと覗きに行く前に、あそこになんか隔離されてる土地あるじゃないですか。あそこちょっと行ってみましょうか。なんか珍しいやついるかも。あー、なんか面白くねえな。あれ、めっちゃ暑い。え、しまった、暑いな、ここやばいぞ。あ、そうだ、ギリスーツ持ってんじゃん。オッケーオッケー、暑さ軽減してくれるギリスーツ、あー、さっきのやつ持ってたんで、それ着ていこう。あー、ここ暑いのか、へえ。ってことはやっぱ砂漠か、どっちかっていうと。なんか、何なんだここ。あ、逆に何もいないから拠点に向いてるかな。いや、でも暑すぎるかな、もしかしたら、ここは。まあ、いずれにしてもあんま魅力のなかった土地でしたね。見た目通り枯れ果ててるわ、これ。はい、今ですね、砂漠のバイオームに到着したところです。なんか見たところ、なんか、何の変哲もない砂漠ですね。あー、ダイヤウルフォール。え？アンキロサウルス150レベルとダイヤウルフ95レベル。うわー、いいな、強いな。アンキロサウルスはつかめないんですよね。あ、ダイヤルフ負けちゃった。じゃあいいや、いただいていこう。え？え？何今の？え？何今の？何今の？何今の？なんだよ、今の。羽に乗ったぞ。アンキロサウルスはつかめないんですよね。やっぱつかめないや。こんなところでテーブしても連れて帰れないしな。なんかな、色かっこいいのにちょっと残念だな、ありゃ。毎度おなじみテラーバードくんがいますね。あとはなんか、砂漠は何かいるのかな、特別なやつとか。あ、なんだこいつ。あ、モロクトカゲか、これ。あ、モロクトカゲですね、レベル7。35レベル。なるほど。でっけえな、これ。あ、待って待って、なんだなんだ。あ、びっくりした。うんこしただけか。なんかよく砂漠の系の物語とかで、最後に王宮に続いてそうな感じの谷ですね、これ。どっか続いてんのかな、これ。金属鉱石がやたら多いな、ここ。あとあれですね。普通に水ありますね。結構砂漠なのに。まあ、近くに海があるから、普通に、水にはこと書かないんですけど、なんか砂漠って感じがしねえな。うわ、でっけえサボテン。え、サボテンってこんなまでなんの？いや、すげえな、植物。これなんか木じゃん。サボテンでこんなんなんの？おこいつはなんだ？こいつはあれか、なんだっけ、モスラか。モスラじゃねえ、リマントリア。140レベルでメイトブーストかかってんのか。なんだ、つがいの方は弱えな。尻に敷かれてるタイプですね。こいつはなんだろうな、何の特徴があるんだろう。おなんかでかいやついるぞ。でかいやつおる。あれなんだ、モレラトプス。ウォーター750？ ん？こいつも多分スコーチダースにしかいなかったやつですね。130レベル。へぇ。トップス先輩ってことは多分、なんだろう。え？ウォーター750って何？水が飲めんの？こいつから。ゼロってことは、じゃあ水切れって、水がないってこと？今ちょっと調べてきたところ、モレラトプスはスコーチドアースにおけるトリケラトプスみたいな感じで、まずベリー集めがトリケラトプス並みにはかどると。で、さっき出たこのウォーターっていうのは、要するにこいつがですね、に乗って水を飲むと、こいつの中に水が溜め込めるんですね。だから、遠征とかに行くときに、その遠征先でこいつから水が飲めるっていう話だそうです。で、スコーチドアースは本当に水の水源とかが限られているので、こいつを連れていくことでいつでも水が飲めると。
だから水筒とかができない最初期の方ではこいつが、水飲み場とあと護衛の要だそうです。ラグナロクにおいてはあんまりメリットないのかな。トリケラトプスで十分だしなって感じだな。でもあ、でも逆にあれですね、トリケラトプスとこいつを並べるっていうのだったらいいかもしれない。と今度遠征テイムができるように装備整えてからまたテイムしに行こうよ、こいつら。いや自分こういうとこ弱い、こういうとこ弱い。うん、バシロサウルスまたハマってんじゃん。あ、抜けた、あ、抜けたわ。あ、ほらほら、わかりますかね、本来だったら あんな感じでマンタがいっぱい泳いでるんで、この状況の中で手渡しテイムをしなきゃいけなかったんですよ。だから要するに、他の水生恐竜だとかを捕まえてきてマンタを駆逐してから、晴れてバシロサウルスだけ残ったところで手渡しテイムと。で見てもらうと分かる通り、やっぱりその普通 に、まあ、水中用の装備が整ってないと、まあ、逃げられちゃう速度なので、まあ、若干ちょっと厳しいよねっていう話です。で自分は運よくあそこでスタックしてて、たやつをそのままバリオニクスで殲滅してテイムできたんで運が良かったねって話なんですよ。怖っ、ここおそらく砂漠地帯の中でも岩砂漠と呼ばれる、岩ばっかりの砂漠のバイオームですね。サーベルタイガーがやたら多いこと以外特に突出したことはないかな。お、あれはなんだ。あ、あ、ティラコレオだ。あ、ここにいるんだ。あいつは、あ、ダイオドンじゃん。あ、そうそうそう、ダイオドンテイムしたかったんだよな。レベル35じゃな。どうしようかな。ダイオドンは掴めるかどうかだけちょっと確認すっか。掴めるね。よっ、ショッキー。ちなみにですね、さっきのダイオドンって言われるやつ何をするのかっていうと、味方のですね体力を回復してくれるんですよ。なのでボス戦だとかああいうアルファ系統とかの高レベルとかと戦うときにあいつが1体いるだけで、味方の体力を回復してくれるので戦いやすくなるって形ですね。あそこにもティラコレオいるな。あれ、色綺麗だな。え、結構いいんじゃない。お、お、お、135レベル。掴める？ってか、大丈夫かな。なんかティラコレオってなんか確か、アルゲンタビスに対してなんか結構強いやつだった気がするんだけど、掴めるこいつ。あ、掴めねえ。ダメだ。ダメだ。死んだわ。ってか、やべ。スタミナなかった。めっちゃ来てるじゃん、めっちゃ来てるやん、あいつ。あ、でも登れねえだろ、お前。いや、めっちゃジャンプしてくれな。ちょっと面白いもの見っけちゃいましたよ、あれ。見てくださいよ、あれ。ほら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 。ほら。遺跡っぽいのありますよ、あれ。これ。いや、すげえな、これ。あ、ここがあれだな、なんか門みたいな感じで。多分これ、町かな。あ、下あるんだ。え、下に行けんの。え、あ、あ、別にないわ、ないわ。なんもなかったわ。あ、いやいや、この辺はどうだろう。あー、なるほど。あ、ここに家を作れと。あ、なるほどな、そういうことか。うわ、やべえ、黒曜石の塊やんけ。すげえ。え、これ何？なんか藁みたいな、このなんか砂の塊みたいな、なんだこれ。これただの、あ、これただの石か。で、これはあれ、通常の黒曜石と、普通の黒曜石。あ、やべ、暗くなってきちゃった。思ったより広いぞ、ここ。え、やばい。これすごいな。いやー、すげえ、さすがにハムナプトラ生える、これは。これはちょっとびっくりしすぎて、ハムナプトラ生えますね、これ。じゃあ、以前の姿がどうなってたのってぐらい、なんか、狭くね？これ、どこに王様鎮座してたの？ファラオどこだよ、ファラオ。ファラオどこにいたんだよ、これ。でも、ファラオがいないのか、ここは。
はい、さっきのですね、ハムナプトラからですね、またちょっと進んだところなんですけど、また面白そうな建物ありますよ。しかも結構ですね、綺麗なんですよ、これ。ほら、ほぼ完全な形で残ってる。で、これだったら普通に家具設置して、なんかちょっと手を加えれば、普通に拠点になりますね、これ。2階もあるし、あ、いいな、この辺に、農園作りたいですね。ほら、しかもこれちゃんと、これ多分あれですよ、古代の、水飲み場か、もしくはあれですね、あの、お湯屋じゃねえ、なんだっけ、なんか風呂か、公衆のなんか洗濯場みたいな感じですね、多分。まあ、とりあえず村の水場みたいな感じですね。で、ここにですね、なんと船着き場があるんですよ、おあつらい向きの。ほら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 、ここだから、ここにイカダとかを作って持ってきたりとかして、で、ここに住むっていう。あ、いいんじゃないこれ。え、あ、砂漠思ったより楽しいぞ、これ。ただ今ギリスーツ着てるから多分今寒さ軽減されてますけど、これ多分脱ぐと逆に暑いんじゃないかな、もしかしたら。あ、そうでもない、そうでもない。あ、ダメだ、やっぱ暑いわ。うん、やっぱギリスーツ着てないとダメですね、ここ。うん、多分環境的にちょっと住みづらい。いや、しかしこれ見て、これこのどこまでも続く広大な砂漠ですよ、これ。ほら、ここはもうガチのほんと砂しかない砂砂漠ですね。あー、これ歩きてえなー、こういうガリミムスとかと乗って。ちょっと待って、おい待てお前。うわ、出てきた方、カマキリだ。出てきた方、あいつやばいですよ。あいつ攻撃力、あの、イカレポンチなんで。しかも135レベルでしょ。多分ね、このアルゲンタミスも油断してると一発で寝首かかれます。そうこうしてるうちに海ついちゃいましたね。これであれかな、もう割と縦断したかな。じゃ最後にあそこの、あの、山あるじゃないですか、あそこら辺行ってちょっと一回帰りましょう。もう、はい、もうすぐですね、山の頂上ですね。ただなんかあんのかな、これ。金属と黒曜石の塊ですね。で、こっち側はですね、もう本格的にレッドツリーバイオームなんですよ。ほら、さっき、左側が砂漠だったじゃないですか。で、もう山を越えると、もうそこはレッドツリーバイオームなんですね、これ。なんか不思議な感じだな、なんか。だって、もうあっち側は雪山じゃないですか。で、雪山をちょっと離れただけでもう、こっち砂漠なんですよ。大砂漠なんですよ、もう。なんか不思議だな、随分と。で、ここはもう大自然、あの、自然豊かな、レッドツリーバイオームじゃないですか。なんか山と海1個隔てるだけで、バイオームがガラッと変わるんで、なんかすごい不思議な感覚。というわけでですね、基本的にまあ南部はこんな感じでしたね。あとはあれ、またぐるっと回って、拠点の方に帰ろうと思います。で、ちょっと今回はですね、なんかあんまテーマとかもなく、本当に景色だけになってしまって、若干味気ないなっていう感触はあるんですが、また次回からですね、いろいろと恐竜とか生物とか見つけて、テーマしていきたいと思いますんで、とりあえず今日はここまでということで、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。こっから帰るの大変だな。